ケネチです。センベロシーです。今回は新世界でモーニングがあるということで、そのモーニングっていうのは何か、何でしょう。モーニングって言ったらトーストとかコーヒー出ると思うでしょ。んなことないって、もうビールが出るんだよね。そこで、まあ、今回ケネチはちょっとモーニング行こうかなということでこれから向かってます。その場所はここだ。まあ、ジャン横ですよ。これから行きます。前からね気になってたんですけども、その店はモーニングがあるということなんですよ。実はね、丸福もモーニングがあるんですけども、その丸福もいつか行こうかなっていうことはありますんでね、まあ、とりあえず今回はこのジャン横のモーニング行こうかなということです。丸福は次回行きます。次回てか、もう八重かつ並んでるし、もうすごい、まだモーニングだよ。もうモーニング朝だのに、もう八重かつ、その横にはみんなわかるだろう、天狗もあるって。天狗も並んでる。おお、来た来た来た、ここここ福間さん、ここですよ。ここ、このね、モーニングセットってあるんですけど、モーニング、あ、そう、これモーニングさ、これから行きます。あ、すいません。おはようございます。いや、自分だけなんですけど、動画撮っていいですかね。はい、いい、 OK ですか。はい、YouTube に動画アップしますけども、モーニングお願いします。前もやってた、いや結構やってますよ。 YouTuber、 まあ、YouTuber でもないですけどね、西成とか新世界とかの動画を上げてます。あ、すいません、すいません、もうすいません。自分で、はい、はい、450円。はい、札幌とゆで卵と塩昆布ということです。ではいただきます。うん、これ確認とかしたいんやけど、なんとかならんかな。まあ、すごいな。卵をいただきます。半熟ということで、うん、うん、半熟めっちゃいい感じ。この上に塩昆布を乗っけて食べるということです。まあ、ボートからはボートビアでも用もないのに、朝もボートが入ってこんな感じで食べます。待って、前の住所の、うまっ、考えたら一目長がありやすい。うまっ、住所とか持ってるやんか、前の住所。すいません、これちょっとね、もしもし、これ何だろう。はい、あ、どうな、パチンカローなんか、うん、いきなり6時に塩昆布、やっぱりでもな、同じところで席座ったんやから、同じところで席座れたんやから。ごちそうさまでした。あ、すいません、会計お願いします。すいません、はい、ごちそうさまでした。すいません、失礼します。今モーニングしました。初めてモーニングですよ。いや、ちょうどね、こうモーニングあるでしょ、このモーニング。実はね、前々からね、ここは店してまして、でいつもいっぱいのお店なんですよ、実はね。だからそこでなかなか入れなかったんですけども、やっぱりモーニングだったらいけるかなということで、ちょっと早起きしてね、今日早起きして、休みに早くして、あそこでモーニングしたわけなんですけども、西成とか、まあそういう通天閣で飲みに行こうと思ったら、まずあそこで11時半までモーニングしてますんで、よろしければあそこでモーニング食べてください、飲んでください。350円ですよ。一杯と塩昆布と絶妙なこの茹で加減の卵が食べれます。それをまずちょっと飲んで食べてからの飲み、最高っすよということです。新世界センベロ、今後動画アップしていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いしますということです。まあ、このセンベロシリーズっていうのは今後とも続きますので、ぜひ皆さんお力添えよろしくお願いしますということです。ケネチでした。よろしくね。